本当にお互い健康じゃないと会えないと思うので、皆さんも絶対健康でいてください。本当に。お互いね。お互いね。いっぱい会えたらいいですね、25歳も。何時まで配信しますか？ちょっと明日が結構早めなので、めっちゃ長くはしないです。7周年ツアーもね。そうですよ。25歳になった感想？24歳と変わらん。本当に変わらん。1年かけてまた成長していくもんかいね。全然変わらんわ。ありがとう、しょうけんさん。おめおめ、ありがとう。まあでも、またこの1年かけて、はい、いろいろとね、経験して、で、また自分にないものを見つけていきたいですね。ヤムズ写真を見ます。そうだよね。私が25歳になって、皆さんに初会えるのは4月5日です。フェスですね。お決まりのフェスで。楽しもうね。初だから緊張する。お決まりですよ。関東ですよ。そう、渋谷です。渋谷のギャル。 行きまーす。オーイースト？オーイースト？行ったことでもない気がする。あるかな？なんかのフェスであるのかな？頑張って来てね。頑張っていきます。いきます。
STA で出た時私メンバーにいたかな、わかんないけど。そうなんですよ。行ったことあるか。あとね、4月はもう多分ってなる時がいっぱいあると思うんですけど、別れの辛さには耐えてしっかり見送ってから気持ちをグッて入れ直して7周年みんなと完走したいですね、しっかり、いやーなんか自分のねちょっとどんな風になるかもわかんないんですけど、うまい、えらい、おいしい、ありがとう。アルバム出ますよ。で、アルバムでもみんなにいっぱい会えたらいいな。新しい公演は？まあ、ツアーがね、あるので、ちょっとわかんないですけど、わかんないですね。どうでしょうね。まあ、ツアーと並行して公演はしないと思うので、その、何ですか、新公演とかはしないと思うので。知ってる顔、え、ガチで知らないよ、もう。本当に知らないよ。本当に知らないよ。まあね、ツアーを。北日本にも来てください。え、北日本ってどこですか？北海道ってこと？こんなとこ行きたいね。あと私の生誕祭がもしあれば皆さん来てください。絶対来てください、お願いします。来てください。いつやるの？いつやるかはちょっとまだ未定なんですけど、まだ3月誕生日のメンバーもやってないので、はい。4月には多分ありません。5月以降です。5月にあるかもちょっとわかんないんですけど。まあね、みんなね、早く発表してよって感じですよね。お休み取れないじゃんって、仕事のってなりますよね。なると思うんですけど、ちょっと生誕祭絶対来てください。ツアーで行うことはないですね。生誕ティー、あ、生誕ティーね、届い、最近届いた時聞きました。23分、で、何分にやめようかな。45分ぐらい、で、それは長い、ちょっとどう、やばい、口がずっと血の味がする。もう本当に誕生日早々、まあ、自分がこの親知らずの今日抜いたんだけど、
しょうがないんだけど、本当にもう痛い。起きてらんないかも。30くらい、あと6分で終わっちゃうよ。明日早い。もうこんなんなりながら仕事行きます。おはようございます。巻き巻きでうん。でもさ、なんかさ、この0時超えてやれるのってさ、この人さ元旦ぐらいじゃんか。なんか特別だよねちょっと嬉しい。おめでとう、ありがとう。歌わないの？じゃあちょっと明日の夜にしよっかな、歌うとしても。マキ夢に出てくれそう。今宵は夢にお邪魔しまーす。おめでとう。ありがとう。嬉しい。いっぱい祝ってくれて、みんなラブ。ありがとうございます。明日はなんかケーキ食べよう。アップルパイいつするの？アップルパイちょっと待って、アップルパイはもうちょっと待って。アップルパイね、やっぱね、リンゴを一人前に向けないといけないですからね。LINE どんな感じ？なんかね、私通知は来るんだけどね、中身わかんないから開けないと分かんない。もう嬉しい。次お話し会あったら会いに行く？来てね。本当に。来てね。圧かけとこ今。来てね。絶対に来てね。ありがとうだ。近いうちに話す機会がないの。いやそうだよね。
ちょっと待って、そうだよね、なんかあるかなと思ったんだけどない。お見送りとかぐらいかな。お見送りでも一瞬、そんな何ラリーもできん会話が。あのさ、あれは、あのアニメイトさんのさ、あれはサイン会か。何かな。てる自信がないってなんかさ、みんなね、自信がないって言ってる人多いの、よく。当たるかな、当たるかな。当たるよ、大丈夫だよ大丈夫だよ。多い、当たるかなって言ってる人。お話ししてみたい。綺麗ね。うんうん。いい年にしてね。うん、いい年にする。なんか、本当に、STU やってきて、丸6年経って、7年目で、いろいろと、経験も積んで、学んだこともあるし、それを、なんか生かして、なんか STU の、まあ STU のメンバーのためにもなんかできたらいいなっていうのは思いますし、全然取締役じゃないよ、やめて、取締役じゃないんでなんか代表みたいな、違いますよ、全然そんなんじゃないんですけど、はい、あの全然はい、そんな感じではないんですけど、なんかそう、ついこの間新しくキャプテンも決まって、なんか新たに進もうとしてる感じなので、 STU はそう、なんか自分は全然前に立つ感じじゃないので、そのほら行けよって感じのリーダー気質でもなんでもないので、まあ一緒に頑張ろう行こうぐらいの、こう肩組んでいけるぐらいの存在でありたいので、一緒に作り上げていけたらいいなと思ってますカラス鳴いてるんだけど、この時間に。え、カーカー、カラス祝ってくれてありがとう お祝いしに来たカラちゃん。ちょっと待って、じゃあ40分、嘘、35分、嘘、38分に終わろう。聞こえる？
こえた？聞こえたって楽しく、え、本当にそうですよ、マジで、あの、楽しく活動したいと思います。本当にマジで一番大事ですからね、楽しいかどうかって。苦しさを超えた後に楽しさがあるかどうかも大事。なんか苦しいだけで終わっちゃダメなんで。38中途半端楽しいよ、楽しい、めちゃくちゃ本当に。もちろん応援楽しいよ、本当にそうであれるようにいたいですね。今本当に歯抜けたところ見せたい抜いたところ見せたい、あーってしたい、あー見て親知らず抜いたんだよってやりたい。そう、やりませんやんないんです。何も見せたい、カラス鳴いてる。何やった何やった。広島カラス多いの？そうなんですよ。広島カラス多いですよ。いや知らないですけど。広島カラス多いかな。どうだろう。鳩の方が多いかも。なんで？知らないよ、なんでか、なんか寝てない鳥。鳥ってさ、夜は寝るもんだと思ってた。なんで起きてるのかな。なんか夜はさ眠れない、眠れないカラス、不眠症のカラスがいる。夜行性だ。うん、祝いに来てくれた。うんうん、あ、38分になったということで多分なんだかんだ喋ってたらもう押しまくりになりそうなので、はい、終わります。24歳の時に最後に言ったお礼のことは本当に、え、インスタのハイライトでいいかな、投稿したら載せれるんだよね。え、なんか、え、もう本当に何この人今更って思うかもしれないですけど本当にごめんなさい。で、そう、今日のちょっと確認しないと分かんないや、これはちょっと名前も
お呼びできてないんですけど、ありがとうございます、たくさん。ちょっと壇上を読もうかな。壇上たくさんありがとうございます。壇上じゃない方も多分たくさん備えてくださっててありがとうございます。壇上を呼びたいと思います。三浦っちさん、北斗呂さん、ピロミンさん、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、シギさん、ゆうくまさん、ボンちゃんさん、シロウさん、シーサーさん、くまねパパさん、りょんきゅうさん、きなぺこさん、みーさん、ありがとうございます。皆さん、まあ、明日も多分配信するんですけど、25歳もよろしくお願いします。あの何もそのすぐには変わんないんですけど、はい、気合を入れて頑張りたいと思いますありがとう皆さん、夜遅くまで本当にありがとうございます。え、明日木曜日っていうか、もう今日木曜日なんか、今日は木曜日です。皆さん早く寝ないとですよね。多分お仕事の方もいらっしゃる。ありがとうございました。じゃあもう今日になっちゃったけどおやすみなさい。また今日、そうだね、また今日になるね。おやすみなさい、またね、また今日みんな早く寝てね。ごめんね、私が切らないとね、いけないからねおやすみ、ありがとうございました。